さあ始まりまりしたよねもう冬が近づいてきたということでそわそわしてるんじゃないですかって私もそわ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 しててねもう去年よりも株数も多くなっているしどううやって家のの中に入れたらいいいいものかというところでございます、まあ、ちょっと見てもらえばわかるんですけれどももうね窓際にはごちゃーりねもう植物がもうここぞとばかりに置いてある状態でございます。でまあ、あのね どどうしようううししよよとという問題が出てきますとでいろんなところに置くけれどもやっぱり光が重要だなってあ,のあんまり真っ暗なところでも正直冬を過ごしてもらうのも植物さんには申し訳ないなっていう気持ちもあると思うんですよね。だ実際に真っ暗な部屋じゃ育たないと思うので、まあ、多少なりともね明るい場所を確保したいという気持ちはあるんですけどもスペースがないんですよねスペースがないんですよねスペースがないんですよ。 あの田舎の方ならスペースはいくらでもあるんですけどねじゃないんだよ。冬の時の室内のスペースの話をしててまあいろんな棚をこしらえてみては置いてみたりもするんだけど棚を作っていくとだん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 とねもう部屋がもうごちゃ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 してきてねもうどうしようかということもありまして私また買ってしまいましたむしろねまあ収納系を今日買いましたこちらでございます。何ですかと 何ですかということなんでしょうこれな何,何ですかってあなんかメッシュの,あのそういう天板を買ったんですねというような風にね思ったでしょ違いますからこれメッシュの天板ではございませんもうこういう風なコンパクトな商品い,やいきますよちょっとねこれ下にしますからねこれ下にしまして下にしましてすいません足元がごちゃごちゃしてましてすいませんねここだけの話なのにした下に写っちゃったら急になんかコンセント周りがなんてねちょっとこれ整理しますけどもこれね 折りたたみ式のだ正式名称が折りたためるワゴンというやつなんですよね。いきますよ、折りたためるワゴン、じゃあちょっと開いてくださいよと。ね、開くのは大好きでございますよ。そんでこうやってぐーっとやりますと。はい、ワゴンでございます。ワゴンでございますよ。ちょっとちょっとちょっと近づきましょう。とりあえず近づきましょう。ワゴンに近づきましょうということでございますよ。 いろんなものが映っちゃってるけどね、いろんなものが映っちゃってるけど、ちょっとお待ちくださいよと、そこは見逃してくださいよというところでございまして、ワゴンを、ね、購入したわけですよね。ちょっと小さいな、ちょっと、えまあ、こういう感じ、座高からしてみればね、まあ、こんな感じですよね。で、これをどうするのかっていうと、こういうことですよ。これをどうするかというと、よいしょと、もう一度上にしてね、落ち着かないですよね。落ち着かないですよね。いきますよ。パッと音が鳴ったらはい こうなったら、まあ、こういうことですよ。<laughs> すみませんねあの、クッキング番組と一緒です、やり方は。もうできてるものを用意しておいてってことでしょこういうこと、こういうことですよ、こうやって、はい3段ね、乗ってますよと、3段乗ってますと、こういう感じで収納系に関しまして、こういう風に載せることができますよというとこですよね、ちょっとね、こう見ると、あ結構容量が入るんじゃないって。 下下がってみます下がっっててみみまますすこうすると結構容量が入るんじじゃないいっていう感じですよねこれねだから12345678910まあ11123.5寸鉢のセラートだったら12鉢入ってまだ余裕が全然あるんだけどそれがかけるせなら36鉢はこれでいけるわけよこれでいけるわけ。何ですか何ですか何それをどうするんだってだから言ってんじゃん。これワゴンの キャリーケーケス付きのワゴンだからこれをどうするかっていうわけでしょこれをどううするかっていうのが疑問なわけでしょみんなえそれでどうするんですか僕の,あの普通のスチールラックで十分じゃないですかっていう人がいると思うんですけどいると思うんですけどだそ,こそこなんですよスチールラックはもう動かないじゃんってそこだとスチールラックじゃあ分かりましたここでこうやってガチンってこうスチールラックをここでこう組んだとしますよすみませんここガチャガチャしててすみませんちょっとまだ片付いてないんですよ今冬の準備で大忙しなんだから。 冬の準備で多いですこれ聖杯なんかは別にいいの聖杯なんかはもうど動かが日の当たらないところにもうか隠しておいてで結局は日の当たるときにどうするかってちょっと今これねロールカーテン閉めてるんですけどバット開けますよねバット開けてここにぐーっと来たらはい日中は光が当たってますとほんで夜なりましたガチャンただいまーって帰ってきてガチャンただいまーって帰ってきてでもう日は関係ないわけでよ夜だから夜ガチャンって帰って,てあ疲れた今日も疲れたなって帰ってきてそんで どけここここにい,いんだよお前これ恥の野郎と言ってこうやって恥へ寄せて自分はここで何かこうパソコンの作業をするなりやればいいと。ではまた朝方ね朝ロールカーテンをガシャーって開けましてそんで「じゃあ行ってきます」っていう時にこれをこうやってこうやってここに置きなさいよと。そうすれば日中は日が当たってるし夜になればどけよお前何やってんだってねあのいるじゃない。 ててよっていうのと一緒でお父さんが夜になってこれこたつで横になってでもうこたつついてないんだお父さんどきなさいよってこうやってこういうことができるということなんですよねだからこのローリングがいいでしょってローリングがいいでしょって話を2つ買ってね,ね2つ買ってまあ3つ買ってもよかったんですけどでこうやってまあこういうふうなねあの組み合わせを楽しんでもいいしあとはですよあとはですよ私のおにまにロフトという部分がございます3階というふうにね 今まままでで見っって言って言した3階ではございませんあれ物置というかねロフトロフトっていうか物置なのねこう狭いのよ固定資産税を抑えようとしてさ 1.5m 以下じゃないと固定資産税かかるからグッと下がってこういう状況もうこうやっていかなきゃいけないからあんまりね3階でこう機敏に動,き動いたりダンスはできないんだけどまあ置けると3階も一応光もあるし LED もなんならできるからその時にこれぐらいの高さがちょうどいいんじゃないって話。 全然写ってないいいいね、これぐらいいいいその時にこれぐらいの高さがちょうどいいんじゃないって話なのよ。これぐらいの高さで 1.5m だから天井はだからこれぐらいよ。これぐらいだけどここは全然余裕があります動かせます。で高さのあるのは置いてもいいですよって話だしなんならこう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 ちょっとこうでツイストしてもいいしみたいな感じでいけますよとでそういうのを買いましたという話なんですよね。はい 何どこの何かってどこの何かって言われるとちょっとあれなんだけど折りたためるワゴンの竹田コーポレーションですよ武田コーーポレーションの野郎のあっごめんなさい「野郎」って言うとねちょっとあれなんですけどすみません「野郎」は尊敬の意味を込めて「三っていう意味ですから「竹田コーポレーション」「三のだけどあの視聴者さんから見たら「竹田コーポレーション」「三って逆になんか丁寧語で言われてもみたいな軽傷。継承 つけられてもって感じもあるのでだからいややろうっていう意味でもうっって言って言ますよねだから武田コーポレーションの「やろう」の折りたためるワゴンなんですよね「いい商品出すじゃねえか」っつって折りたたむんですかって話でしょ折りたた,それ折りたたむんですかって話でしょ畳むでしょって夏になったらどうしますって夏になったらこれ外に出すんだよね でこれごと出すわけないからこれごと出す人いないよねだってこれ濡れちゃったりして錆とか出ちゃうからこれはこれで室内だけどね室内で置いて夏箱のワゴンちょっと邪魔だなって時にこうやってこうやってほんでこうやってこうでしょうよほんでこうやってこうやってはいはいもうこれでもうそのもうこのねラックの上の方にガチャンってこうね楽してこう置いてしまってもいいし軽いから指一本だから。 あ中指ですねじゃないん、ね、で <laughs> 中指のタイプですかねじゃ,じゃないよねだからこれはこう小指でもいいよ別に小指でもほらこういう小指1本でたうーんただ重量すみませんあの詳しくは分かんないですけど体幹体幹ねどれぐらいかっていうとうーん1キロないね全然全然1キロないなって感じする軽い素材でできててもうコンパクトにこうねこういう感じでいくわけですよねはいこんな感じでいってますよね良くないって 夏は畳んでででで冬は開いて畳んで開いいいいてててんんんじゃねねえよよよって話でございますす、ね、そういうことなんですよ、まあ、畳んだり開いたりだから畳んだり開いたりしてくださいって話で今冬でしょ冬でしょで冬で冬でまあ日中は仕事でいないんだけどなっていう時にこうやってああそうなんですね冬ですねってなってこれでこうねこう開いてちょっとすいませんちょっともたついちゃってねあ逆だ開き方が逆じゃ開かないよね ね、こういうい感じでございますもうすぐワンタッチでねワンタッチで開いてね指挟みだけ気をつけてくださいってこ,とでこれでできちゃったってのもあるしのもあるしで、ね、のもあるしのもあるしですよのもあるし冬場さたまにあるじゃんたまにあるじゃんあ今日天気いいなと思って冬場今日天気いいなーなんて言ってねあこれこれもう快晴だなんか中にいるのも申し訳ないちょっとこれベランダに出そうってっこうやって、まあ、こう持ちますけどこう持ってベランダに出したりするじゃない。 ベランダ出してベランダ出してたけどなんかちょっと外で遊んでたら盛り上がっちゃって「今日泊まってく」なん時に家に電話するわけですよ。「お母さんちょっとあれ入れといて」って言った時でもこれぐらいの大きさなら取り込めるでしょって。なんならこれをこう持ってったっていいしこうね一つのねバケツでも12個のロットでこうあの運んでもいいしっていう感じだし12個のまあ12個入ってるからね12個のロットでこう。 運んでもいいし、なんなら力持ちなお父さんであれば。こう三十六でこう持っちゃってもいいしっていう感じで。とにかく。入れたり出したり。出したり入れたりっていうのが、もうすぐできると。いうようなね。応用を考えてるんですよ。何ですか、何ですか。なんか。ごちょごちょしてて嫌ですね、じゃないよね、だから聞いてよ、そこは。そこよく聞いて、あのね。あの園芸って。お外でやるだけじゃないから。あの。ちょっと言わせてください、言わせてくださいね。あの室内園芸じゃん。 室内演芸を言ってみればどんな風な運用をあなたはしてますかってどんなふん運用をあなたはしてますかって話なのねだから「あ私はこういうふうな仕組みでこうなっててこういうシステムにしてます」って30度を超えれば LED が消えて、えー、15度を下回れば LED がつくとかねもう自動にしてますとか携帯で通知きますとかそれぐらいなもうちょっと IT を駆使したあの運用をしていきましょうってわざわざこうやって出したりねしまったりって大変だから。 だから冬場の間は日中出かける時にこうやって、うん、こうやって日光当ててで帰ってきてどけっどけっつってこうやるっていうあるいはもう3階のごめんなさいまたちょっと見え張って3階って言っちゃったんですけどあのあの屋根裏の屋根裏のスペースにちょっと小さいながらねこれを置かせていただいて。 小さいながらこれを置かせていただいてで LED で少し遠明から管理するとそんなに冬場の夏型の植物だからあの葉っぱもないんでがっつりそんなに当てなくてもいいとがっつり当てなくてもいいからちょっと遠目から少しこう照らされてるなーっていう感じでぼんやり真っ暗ではないよって感じでねアピールさせてあげればでこれを何個も何個もすればいいじゃんって話よ何個も何個もすればいいじゃんって話だからこれをこうやってこう3個ロットでもいいし3個あればもう言っても100だよ100株持ってるって結構だよ 100株持ってるって結構だわねあなた結構それ100株や,やってますよってあなたあなた100株はちょっとやってますよって私1,000株っていう人いるんですよ私1,000株って,言って自慢しないでって数じゃないから植物の,その数じゃないからね私 <laughs> もっと持ってますってねあの数で自慢してくる人いるんだけどそれやめてなんか <laughs> 僕何人って経験ありますと一緒それいや言ってること一緒だからそれだめ数でさあいるのよ 百種千,千株と暮らす男の日常とか言ってさなんかねやる人いるんだけどいやいやいやななんで肩書きお前何株何株って書くんですかって俺は言いたいですよそれねいいんですよ一株なら一株でも全然いいし私一株でこうやってますなんならその一株をめでてますっていう人の方が俺いいと思うそれはそっちのほうなんかもう目移りしてさあれもこれもあれもこれもじゃないんだからということでね百株もあれば十分ですよ三つあればさ 3つあればなんか,なんかもう小錦が来たみたいと思ってこうグーってこのスペースで全然いけるわけでしょって小さくなもうこれ運動会できんもんこうやってこうやってグーってこうやってこうやってもうこういけちゃうもんなんだかんだ言えよこのこの狭い部屋でさえこの狭い部屋でさえもうこうきてダム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 ってバスケやったことないですけどまあこういう感じでしょバスケで言えばこういう感じこうやってシュッていう感じでございますよねだからこれ小回りも効きますよと小回りも効きます 周り聞くしあーごめん、今日フェイストラッキングしてなかったんでねこう動いてついてこないからね、まあ、それでいいんで全然ほんであのー、まあねそのこうでかいのもあるのよ物によってはこの5段 180cm 私178ぐらいあるんですけどその 180cm の5段のこんなでっかいのもあるけどでローラーついてるわ、ついてるけどなんかちょっとやりすぎ感があるよなって感じするのよだから逆にここがほらここがさここが。 下であるからこう上が使えるじゃん。ってこうでよ。わかる。わかる。あのさ上までがっつり上げちゃったら、そこの空間が全部潰れちゃうじゃん。ってわかる？上までがっつり上げちゃったらそこがもう死んじゃうのよ。ゾーンとしてはね。だからまあ、これは上までちょっとね。あの便宜上上げちゃってるんだけど、ここはもうこのスペースが死んでるから。でもこの上がなかったらもうこう。いける。いつでも行ってやるぞ。って感じでこう。ヒュッてこうできるわけですよ。だからここもほら。 高さが足りないんじゃないですかじゃないんだよね。高さはあえて抑えてあった方が応用も効きますよ。だそういう感じ。もう小回りを小回り。だから本当にね、あの宇宙 SF 系の動画っていうか SF 系の映画でも必ずでっかい戦艦があってそこからちっちゃいさこうあのコキが行くじゃない。コキって言うとあれだけどね。あの小さい小回りの効く宇宙船が行くでしょ。それと一緒。 でっっかい母船はこここにああるんだけどコキがありますよってことスター・ウォーズでで言えば何ですかねあのごめんなさいスターーウォーズそんなに詳しくないんで分かんないですけどデストロイヤーじゃなくてなんかそういうちっちゃいねあの戦闘機があるんですよそういう感じよそれが出発しますよってあなたはそういう小さな戦艦を持っていますかっていう話今回は言ってみればね小回り聞きますかって、ね、え私でっかい棚でこんなこんなスチールラック持ってますじゃないんだよ。 スチールラック持ってるのはそれもそれでえらいけど小回りが利くかとか小回りの話に今回ね小回りの話をしています小回り以外の話をしてしまったら困りますってことですかそれねやってますよ本当にね <laughs> ということで今回ちょっとね買ってみましたちょっともう一度新たに言うとえーっとすいませんね株式会社武田コーポレーション3のんちょっと忖度して3って言いました結構ねあの ななんていうのかなメーカーの方み見てくれてるたりもするからあんまり調子に乗ってね「武田コーポレーションのやろうの」っていやこっちは親しみを込めて言ってるつもりなんだけどでもやっぱり担当者によってはね「なんかこの生ひらななんて言われてねあの襲撃されるとも限らないのでそこはもう武田コーポレーションさんの出してる折りたたみねな折りたためるワゴンってやつかな買ったのねこれねいいね結構いいよって結構いいよって話でございますのね、はい。ということでね何ですか何ですかどこで買えるのかって ちょっとわかんないですこれ実店舗で買ったんでホームセンターで買ったんであのネットで買えるかわかんないんですけど後で調べてなんかネットで買えるんであればちょっと貼っときますリンクはねでそこをちょっとクリックしていただいてとか、ね、自然に誘導してアフィリエイトに何気なく自然に誘導して,てね悪いですよねそのねいやそういうわけじゃないんだよそういうわけじゃないんだけどまあちょっとあのどこで買えるんですかっていう人もいるからであればそのちょっと説明欄のとこにあのリンク貼ってあるんですけどたまたまちょっと自分のやってた あたまたまなんかあのコピーの水でアフィリエイトのリンクがちょっと貼ってあるかもしんないななんていうことも、ね、なくもないのでね、うん、ぜひクリックしないでくださいねってことでございますよはいということでねこんな感じで撮りましたねこうねょ最後はこれ見せて最後はこれ見せてねこうやってよしこんな感じサイズ感はこんな感じこう野球チームがこう来てさあこいってこうやってキャッチャーかなキャッチャーかなってなんか昔からさちょっと太ってるからってえキャッチャーだなと レベルが低いな太ってればキャッチャーかキーパーじゃねえよって話でね動けるデブだっているんだよね,こねシュッシュッシュッってね結構動けるデブ側の、ね、人間だったんでね今となればキャッチャーですかなんて聞かれるしねなんかあれですけどねよ、はい、しさあしまっていこうってしまっていこうっつってねもうないよもう話は別にない話は別にないこれだけのこれだけの話なんだけどねちょっとだらだと話してだだらだと話してねこれいいなと思って見てたのよ黒の感じがいいじゃんって黒の感じがいいじゃないって うん、なんかマット調なのよもっと近くで見る近くで見るな,なんなら分かったよ近くで見たいんでしょって分かりましたよはいじゃあ近くで見せましょうこうやってねこう,こういう感じよこのメッシュの感じもいいのねメタルメッシュみたいな早く近くに寄れよって話だよね早く近くに寄れよって最後自分がキャッチャーの下りで近くに寄ったけどこのメッシュ感がいいよってこんな感じダムダムダム ダムダムダムそんなバッチリじゃないのが軽さのね秘訣なんだよねダム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 こうねダムダムダムでこうこういう音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 ねわかるかなわかるかなこういうことよ上から見てもさ いいよね収まりがいいのよ。あのスチールラックとかいろいろさ売ってるんだけどスチールラックとかはいろいろ売ってるんだけども結局なんか安っぽいんだけどこれ高級感があるっていうかまあ高級っていうほどでもないんだよねラックだから結局は高級じゃないんだけどなんかこうおしゃれ自分でおしゃれっていうのもあれなんだけどおしゃれだよねシックに決まってるっていうのかなまあ、そういう感じですよねこれがアップでございました最後はねアップでいきましょうかねはいこんな感じ。 こんな感じよかった2つ買っといてよかった2つ買っといてだってね詰まってるので見るとこんな感じっていうのはなんか,なんかちょっと冬型とか夏型のが枯れた状態で置いてありますねっていう感じかもしれないけどこれがあればあ,あこうかこういう感じねあだから商品はそういう感じなのね商品はこういう感じなのねっていう感じでしょ、はい、あの値,段値段はね 定価円ぐらいだった結構安いよねそれでもだけどさらにちょっとあの期間限定の特別セールやってまして2000円でした安くねってえ <laughs> 安くねってえ,え安くねってど,どうしようかなってこれ何個も買っちゃうよ悪いけどこれで今年の冬俺勝負するこれで俺今年の夏勝負するバイク屋さんと一緒バイク屋さんも朝になってお客さんが来たらこれをさ 出出したり閉じたり出したたたたりりりり閉閉じじじするわけじゃんそれと一緒よバイク屋さんと一緒で朝になったらこのワゴンをゴロゴロゴロと出します夜になったらガラガラって入れますっていうやり方でもいいしね何個でもいけちゃう転がっちゃうから。 転がっちゃうから何個でもいけちゃうもう5個も10個もどんどん濃いって感じもう10個も平気全然同じフロアであればねちょっとバルコニーがあのこう段差になってるよって方は少しね億劫になっちゃうかもしれないけどあの日あのいいんですいいんです僕は僕は僕はあの日当たりのいいとこであれば全然それはあの OK ですっていう方であればそれはそれでね全然。 楽ですから、だからもうあくまで冬の運用を言ってます。冬の運用誰？夏夏田舎なんでスペースはいくらでもあるんです。なんて <laughs> いう人いたいたんですよ実際にね。冬の話をしてます。冬です今冬冬の話してます。まあ冬は夏って言うんですけど、もう今回はまあ世間一般で言うまあ冬の話をいたしました。それではねどうもありがとうございました。